はい、元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は11月8日、フライデーでございます。金曜日ね。週末ね、の夜ね。寒いっすよ、今日は。ほんとに。なんかね、昼間15度とか、なんかそんなだったですね。ってことは、もう明け方はもう10度下回ってるということですよね。そういう感じで、すごい寒いっすよね。ほんで今日ね、こんな冬空で、冬ですよね、これ。こっちの方に太陽が出てるんですけど、全然暖かくないんですよ。ほんで、まあ、今日はテクテク歩いてね。結構歩くんですよ。10分以上ね。15分ぐらいですかね。で、歩いて。で、若い二人がやってるんじゃなくて、なんかね、おかみさんがね、やってる。めちゃくちゃ並ぶんですよ。こうね、これ。で、これ食べました。並んでね。並んだんですよ、私が。私のような人がね。並ぶんですよ。もうせっかくここまで来た、遠いわけですよ。で、せっかくそこまで来たんだったら、もう食べずには俺まいやと。なるまいか。ああ、なるまいか。みたいなね。やらまいかですけど、どっちでもいいんですけど。んでね、これね、私鳥割と苦手なんですけど、あからはげを除くですけど、なんすかね、鳥だからなぁと思って考えたんですけど、もうせっかくここまで歩いてきたら食べようと思って。全部味いいんですよ。凝ってますからね。で、まあこのご飯がね、結構ね、お米にこだわってるんですよね。で、これね、なんかっていうとですね、鳥と、なんかいろいろこう、お野菜、甘い竹ですかね、とか入った、味噌クリームシチューなんですよ。味噌が入ってるんですよ。なんか、想像できんなとか思いながら。それでこれ食べてみたら、合うんですね。クリームシチューと味噌。信じられないな、みたいな。美味しいじゃないか、みたいな。それで、味噌がですね、鶏の臭みも消すんですよね。だからもうね、相当ベタ褒めしてね。ベタ褒めして。美味しいよ、これは。さすが、とか言いながらね。料理にこだわってるとか。この発想はなかなか出てこないとか言いながらね。なんかね。ということで、これこれ卵ですね。で、これ何でしたかね。酢の物でしたかね。はい。まあ、ほんで、これはもう、なんか、お吸い物っぽい感じで。で、これも味良かったですよ。ね。だしを効いててね。と思うんですよね。それで、来た道、まっすぐ、そのまま折り返して帰るのもね、なんか、つまんないなと思って、ちょっと遠回りしてね。ほんで、こう、帰ったんですけど、ほんで、ふっと足元見たらですね、こういうのがあったんですよ。これ、なんか、タモリみたいになってますよね。ここ桜のマークが入ってね。まあ、要はマンホールなんですけど、ここはまあ縁石ですよね。で、ここに合流って書いてあるでしょ？で、これどういう意味だろうと。ね。わかんない。でですね、調べましたらですね、この桜のマークはですね、東京都のマークだそうでございます。東京都はですね、こうマークをですね、桜と、イチョウと、あと、ゆりかもめね。ゆりかもめってありますよね。何ですか？なんか、お台場の方に行くやつね。ありますよね。あれ、ゆりかもめって言いますよね。で、この三つがですね、東京都のシンボルマークでですね。で、こういうのに使われてるらしいんですよ。マークが必ずね。それでね、この合流っていうのはですね、調べたらですね、分流ね。合わなくて分かれるってやつね。分ける。ね。分流と合流とあるらしいですよ。で、それどういう意味かというと、雨水をですね、ですね、それから汚水ですね。まあ、下水道の話なんですけど、で、それをですね、この一緒にして、それで何て言うんですか、下水処理場まで、こう、届けるやつですね。で、それを合流っていうらしいんですよ。で、分流って書いてあったらですね、それはですね、雨水は雨水。で、雨水はそのままですね、川にね、川に流し込むんですよね。それで、汚水の方は汚水で、別途にですね、下水処理場に流し込むと。それがですね、合流と分流の違いらしいです。すっごいね、勉強になりました。ね。やっぱね、たまにね、自分の足元を見るべきですね、人間はね。そうすると、新しいことがわかると。で、もうなんか上ばっかり見てるとですね、よろしくないですね。だからこの川中の改ざん問題とかこういうのが起きるわけですよ。ね。関係ないですけどね。なんかそう思うんですよね。いやー、たまに足元見ると、これは何だろうっていうのが出てくるなと思って。ちょっと、ブラタモリのね、ブラタモリの気持ちがね、ちょっとこう分かってきましたね。で、今日のですね、今日もね、店長いました。それでね、
昨日かな、あ、今日か。今日が入荷日だったんですかね。花に木って書いて、あれ、牡蠣っていうらしいですけど、牡蠣、太田でしたっけ？そういう銘柄ありますよね。あれ、花の市場の会社なんですね。でそこからですね、なんか、まあ、きっと構想があったんだと。ね。仁義なき戦い。でそこから分かれてですね、その、まあ、すぐ近所にですね、もう一つの花の市場があるんですよ。名前忘れましたけど、それでですね、でそこからね、この花屋さんは仕入れてるらしいんですけど、これね、ちょっと面白いなと思って、置き去りするよ、みたいな。置き去りする、みたいな。置き張りやすっていうのもありますけど、これ置き去りにします、みたいな。置き去りにしないでって感じで。何なんですかね、これ。置き去りすって。なんか、花なんですか、これ。黄色いのが。よくわかんないですけどね。冬咲きだそうです。冬に咲く花なんですね。それと、これですね。これはね、ハボタンって言うんですよ。ハボタンっていうぐらいだから、これ葉っぱなんでしょうね。ボタンの花が咲いている。違いますかね。あれ、違いますよね。ボタンじゃないですよね。まあいいんですけど、ハボタンね、綺麗だなと思って、パチャッとね、写しました。それからですね、これは店長がいろいろ解説してくれたんですけど、こっちパンジーですね。で、こっちがまあビオラになるんですけど、これね、この字はね、知らないっすよ、やっぱね。だから牡蠣、太田でしたっけ？あれ、太田区にあるんですよ、きっと。それで、銘柄もそうですけど、ひらがなで木になってますけど、まあ、字がないんでしょうね。で、これね、十を書いて、こうね、なんか、こうなってるんですよ。で、これ、書きって読むらしいです。業界では常識らしいですけど、私は読めと言われても読めなかったですね。書き、園芸新聞っていうのがあるらしいですよ、新聞が。どういう業界でも絶対新聞があるんですよ、業界誌が。ね。で、その賞をもらったのがね、この二つらしいですよね。パンジーとビオラね。その新聞を一回見てみたいな、どうせ。どんなこと書いてあるのかね。一応業界情報がいろいろ書いてあるんだと思うんですけど。そう。何でもそうなんですけどね。アパレルはね、先見新聞ってあるでしょ？あれがもうめっちゃ強いんですよ。めちゃめちゃ。ね。それで、一時ですね、とにかく、日経新聞よりも先に先見新聞に情報を出すっていうのがアパレル業界とか百貨店業界の常識だったみたいなんですよね。面白いっしょ？日経新聞より強いっすよ。そんなことあり得るかみたいな。まあそういうことでね。先見今でもね、結構頑張ってますよね。そういうことで、この、夏季園芸新聞社賞をもらった、この二つの花はね。ということで、店長から説明を受けてですね、そうなんだと思って。とね、映しましたけどね。どれがパンジーで、どれがビオラかよくわからないっていうね。ね。それよりですね、これね、これ綺麗でしょ。こいつもさっきの何でしたっけ、ハボタンでしたっけ、なんか、らしいです。綺麗ですよね。すごくね。ほんと、いい感じです。はい。で、今日ラブちゃんね、朝撮ったんですよ。今日はね、おやつあげる日なんで。それでこう、私がこう立ち上がるとね、こう来てね。くれるね、お前。くれるよね。ついてきてんでね、ほら。もう頭の中おやつでいっぱいなんですよ。くれるよね、みたいな。くれるよね、みたいな。うろうろして。面白いでしょ。くれるよね、絶対くれるよね、今日は。そうやって見せてね。私も人が悪いですよね。どうじゃ。今日くれるんだ、みたいな。うれしい、うれぴー。そんな感じで。またついてきてですね。で、私が椅子にこう、ドンと座ると、うちの椅子に乗ってくるんですよね。早くれ。早くれ。でもこれ、あげる前にですね、目やにを取ってあげなきゃいけないんですけど、こうやってね、片手で取るのは難しいんですよ、やっぱ。危ないしですね。なので、しっかりとね、両手でね、こう、顔をね、押さえてね、それでこう、ピッピッって取るんですけどね。あんまり嫌がらないですよ。若干だけね。次、おやつ来るなと思ってますからね。はい。ということで、癒されましたですかね。はい。ということは、それでですね、今日の日経平均なんですけど、118円上げて 39,500 円。ちょうどですね。なんかね、朝方は結構上がったみたいなんですよね。昨日ね、なんか半導体株偉い。アメリカ良かったらしいんですよ。それでこう、半導体株を中心に、でしょうけど、まあ、大型株とかね。
なんかバーッと上げてですね、いいところまで行ったんですけど、なんか売りに押されてですね、ダーッと下がっていって。なんかあの、話ですね、今週はあの、外国人の売り越しだったみたいですよね。なんかね。で、なんか買い越してんのが、事業法人ね、または自社株買いですよね。それと、信託銀行ね。それがね、なんか買い越してるみたいですけどね。まあそんな感じで、まあ最後はまあこの辺でね、落ち着いたって感じです。まあ一つはですね、これちょっと、円高方向にちょっと触れてるんですよ。これ終日そうなんですけど、これ意識されましたね。それであの、なんか財務省の財務官がなんか、牽制球を投げたみたいなんですよね。過度な変動は好ましくないって言ってね。好ましいものではないぞよ、みたいな。お奉行様、そうですかみたいな。ね、おかみ。感情お奉行って、感情お奉行ですよね。財務省ね。感情奉行がね、なんかそういうことをちょっと言ったらしくて、それでそれに反応してるんですよね。なんか154円を突破してましたからね。なんかね、難しいですよね。ということで、まあ、ちょっと円高方向に触れたのもちょっとこう勢いがね、出ない、あの、原因の一つじゃないですかね。まあ、トピックスはほぼ変わってないですね。グロースもちょっとだけ上げてます。それで、今は先も見ると、えらい下げてます。375円。すごいですね。CFD も371円下げてますからね。で、なんか、月曜日、ちょっと、ちょっとね、どうすかね。あの、ちなみに私のですね、あの、含み益、今日これ、182.9 ね。だからまあ、2% 以上上がったってことですね。ということで、あの、調子いいんですよ。これマイナスに触れてた時もう183ぐらいあったんですよね。で、それはですね、あの、何ですかね。あの、銀行もまあまあでしたし、あと、モノタロちゃんがね、結構上げてますんでね。ここがまあ引っ張ってくれてるんですけどね。私の銘柄には半導体株はないです。まあ唯一ちょっと関係あるとすれば、今日決算出したカーリットぐらいですかね。ね。あとですね、10年債利回りですけど、1を超えてますね。それは銀行はまあ、悪くないですよね。これちょっとこう見ますとですね、こうなんか、そうですね、買い入れし、ね、やって、なんかこう、支えたんですけど、それでもね、しつこくて、こうもう、これ、1.014 まで行ったんだ。昨日ですかね、これはね。1.0、すごいな。もうなんか、すごいっすよね。もうこれ1を上回ってるっていう感じでね。そうすると、まあ金利をね、銀行は上げやすいっすよ。だからまあ連想でね、銀行が買われるんですよね。それから日経 VI ですけど、記憶指数ね、下がってますね。マイナス 1.48 ということで。26ですね。でも高いですよね。日本はほんとなんか、ビクビクしてます。ね。アメリカはすごい楽観的なんですけど、日本はやっぱ、ね、ビクついてますよね。怖いなーみたいな。怖いなーみたいな。なんかね、勢いがないです、勢いが。なぜ、まあ、国内政治を見たときにね、何しろ政権が安定してませんし、石破ですし、ね。なんか一応、103万の壁ですか、今日なんか話し合いやったみたいですけど、自民党の税調とね、国民民主党とですね、話し合いやったみたいですけど、あと、トリガー条項ですかね、ガソリンのね、税金ね。あれ、もう暫定措置だったのをずっと続けてるっていう話なんで、道路特定財源みたいな感じでね。なんでね、やっぱね、やめた方がいいと思いますよね。ちょっと嫌な感じで、これ先物が推移すると、ちょっと良くないですね、月曜日ね。来週ね。はい。それでですね、昨日のダウはですね、実はこんな見事なね、マイナス 0.59。これはね、変わらってないってことですけど、やってもやらなくても全く一緒というね。こういうの珍しいっすよ。ね。ほいで、ナスダック上げてるでしょ？プラス285。すごいっすよ、これ。19000ポイントオーバーですよ。ほいで、ナスダック100はですね、320ポイントも上げてるんですよ。21101ポイント、すごいっしょ。多分これトランプラリーですよね。S&P500 もプラス44ポイントで5973ポイント。すごいっすね。ほんと。大したもんですよ。見上げたもんだよ。屋根屋のふんどしちゃってね。はははね。それから CFD ですけど、プラス31。プラス券ですね。で、ダウの先物も、プラス156ドル。それからナスダック100の先物も102ポイントプラス。すごいな。S&P500 も30ポイント。6000ポイント抜けてますよ、これ。初めて見るな。ははは、ね。すごい。まあ、史上最高ですよね。
まあ、ここまで6000ポイントオーバーしたらね。で、なんで日経だけダメなんだみたいな。これやっぱあれですかね。円高もあるんですけど、やっぱトランプさんが関税かけるって言ってて、それでそれの、ね、中国は特別に、60% とか、メキシコは、メキシコからのやつは 100% とか言ってるんですけど、その他の国も全部かけるって言ってるんで、製造業関係ね、なんかちょっとあれなのかもしれないですね。今日は、トヨタも、まあ、ダメでしたし、ホンダもダメでしたでしょ。なんか、車関係みんなダメですよね。ほんとね、日本の基幹産業なんですけどね。で、ユーロドルも弱いですね。それもユーロにもね、絶対かけますから。EU に対してはかけるでしょうね。だからもう、これ 1.07 ということで弱いですよね。ドルインデックス 104.5 ということで、ドルが強いです。これね、輸出には不利なんですけどね。だけどな、アメリカから輸出するものっていうのもな、なかなかですね、なんか GDP の7割ぐらいが商品ですからね、安いものが欲しいんですよ。ね。それからですね、ビックス強指数は 15.2 ということで、ちょっと上がってますね。ちょっとだけですけどね。でもまあ低いですよ。日本が26ですよ。何なんですかね。ボラティリティインデックスですからね。もう100以上はないですよ。基本ね。すごいっすよね。から、債券ですね。軒並み見利回りが、縮小してるので、まあこれは債券が買われてるということですよね。債券高いっすよね。まあでも4、すごいな、この 4%。4% ですよ。なんか、0.25 で、まあなかなか資金調達 0.25 できるかどうか知りませんけど、0.35 とかね、0.45 でもね、まあこう 4% でもあればね、それはいいですよね。なのでやっぱ、まあ一時的じゃないですかね。財務官が口先介入しただけでは。あ、それはその後にですね、要するにあれですよ。実力行使というのがあるからですね。要するに、為替介入ですね。これ、あれですね、財務省が決めてですね、日銀に、要するに命令するんですよ。で、実行部隊は日銀なんですよね。そういうようなことなんですけどね。まあ、なんかね、よくわかんないですけど、はい、それでですね、ソックス指数半導体ね、プラス118。すごいでしょ？これはね、これはもうそら、今日半導体かもね、朝方、うわーって上げたんですよ。うわーっとね。その後、ズルズルズル、ジュルジュルジュル。関税が気になるな、みたいな。そんな感じですよね。面白いですよ。いろいろな思惑がね、あるんですよね。日産ね、ひどいっすよね、日産。だから、トヨタも、ホンダも日産も、みんな上げてますよね。あれ、ホンダなんか買いたくなるんですよ、なんとなく。1300円台って。いやー、でもな、みたいな。やめとこう、みたいな。車苦手だし、みたいな。半年で業績改善の兆しがなければ、信用力に下方圧力で、スタンダード&プアーズが言って、日産、かわいそうに。そりゃ、株価下げますね。それからですね、あ、そうそう、こう出てますよね。国内主要自動車メーカーの中間決算で揃うと、7社中古車が減る。鈴木がいいんですよね。なんかインドがいいみたいでしょ。アメリカの利下げですね。まあ今回、昨日ですかね、FOMC。で、まあ、0.25%、利下げが決まりましたよね。そういうことで、一番高いところから 0.75 下がったっていうことですけどね。で、その来年半ばにですね、利下げを打ち止めに、するかもしれないなと。後退続く市場予測っていうのは、そうですね、利下げがまあ、結構あるんじゃないかと。要はですね、中立金利っていうのがなんか幻のようになんかあるらしいんですよ。幻なんですね。物価上昇は 2% でしょ。中立金利はなんかいろんな諸説があるらしいんですけど、なんかアメリカの場合は 2.8 とか、なんかそんな話もちょっとね、漏れ聞いたんですけど、そういうね、体温として程よい金利っていうのが、あるらしいんですよ。理論的にはあんま裏付けられないらしいんですけど、この辺じゃないかみたいな。ね、鉛筆なめなめね。そういう感じでね、まあ要するに、そうですね。過度なインフレにも陥らず、あとね、要するに景気を失速させない、まあ、要するに利息ですよね。金利ね。そういうようなのがあるらしいんですけど、まあ、そこら辺を模索することになる、んですよね。だから、今のはやっぱり今 4% 台というのはちょっと高いな、という、そういうことみたいですけどね。
貿易戦争や産業戦争に勝者はないと。中米、中国大使が演説したと。だから、お前のところが、それ、要するに、貿易戦争を仕掛けてんじゃないですかね。だってもう、何ですかね、石炭火力発電所をバンバンやってね。それで電気自動車作ってですよ。それでもって政府がですよ、その、何ですかね、補助をするわけですよね。そういう会社に。ほんで、とにかく輸出しろと。で、要するにね、あれね、国内の、まあ、いわゆる、一種のですね、雇用対策とか、それから景気対策でもあるわけですよね。とにかくもう、よその国に迷惑をかけても、その自分、我がとこが良ければ、それでいいという、金平ちゃんのね、ちっこい頭脳から生まれた考え方なんですけど、まあ、うまくいかないですよね。日本がね、結構ね、コロンと行くんでね、コロンコロンって。だけど、この、国はまあ、その、開いててもですね、オープンであってもですね、国民が買わないですよね。中国車。さすがにね。危ない。怖い。知ってるから。オリンパスの社長ね、これなんか覚醒剤かなんかですよね。確かね。深くお詫びをして、お詫びじゃ済まないから、CEO も辞任ですね。それからですね、あとですね、トランプ財政政策に債権自警団最大化とか言って、4.5% が警戒ラインとかね、よくわかんないな。自警団。よ、そんなんがあるんですか。上場企業の中間決算、最終利益の合計が前年同期を 7% したまま。そうなんですよ。なんかね、それもそうなんですけど、下方修正も多いし、なかなかちょっとね、難しくなってきてますよね。だから、いい決算出ても売られるっていう事例がすごく多くなってますよね。みんなちょっと、その先が危ないな、みたいな。そんな風に思ってるんですかね。なんか、そんな感じです。ウェルシアですね。皆さんお世話になってると思うんですけど、薬局ありますよね。なんかね、不正アクセスを受けたみたいで、4万人近くの個人情報が漏洩したと。これ薬局って、調剤薬局、なんか、大体併設してますので、そうすると、その個人の病歴とかね、そういうのも記録が多分あると思うんですよ、今はね。データなんでね。良くないですよね。このセキュリティのようにちょっと考えないといけないですよ。安全保障。はい。鈴木ね、これ出てますね。C、9月の決算増収増益ということでね。鈴木調子がいいっすよ。あとソニーもね、調子いいっすよね。売り上げ過去最高みたいですね。まあでも高いっすよ、ソニーの株はね。ちょっと私は手が出ないですね。それから、まあ戦争相変わらずね、ガザでね、7割が女性、子供、生まれたばかりの乳幼児。国連が言ってるらしいですけど、死者がね、そういうの7割がそういうね、弱い弱者ですよね。かわいそうですよね。というようなことで。あ、この103万の壁って何みたいな。これもね、ちょっと改めてね、年収の壁。この103万っていうのはですね、これ所得税ですよね。基礎控除、給与所得控除を合わせた金額がですね、103万ということで、これが年収、これを超えるとですね、所得税が発生するんですよ。アルバイトで働く学生の場合、親の所得税の控除にも影響することが当然ありますよね。だから親の、まあ要するに扶養に入ってるわけですから、扶養に入った、ね、入ってる学生が、扶養なんで入るかって言ったら、医療保険とかね、保険の絡みもあるんですよね。で、注意が必要だということで、一方、配偶者の扶養に入りながら、パートナーで働く、これ産後、産後被保険者ってやつですね。これはですね、2018年制度変更されて、配偶者への控除の壁が103万から150万に引き上げられたんですよ。ね。所得税ですよ、あくまでも。106万と130万の壁っていうのもあるんですね。これがですね、社会保険料のところなんですよ。これね、103万までだと、の壁だと、これこの、なんですかね、これを超えると所得税と住民税が、この、わずか3万円超えて106万円以上になってくると、今度社会保険でもかかってくる。これはもうちょっと辛いですよね。それで、130万円の壁っていうのもあるよと言ってですね。ただ、こう106万の壁はなんか条件あるって書いてますもんね。だから、まあ社会保険料も税みたいなもんなんですよね。だから、会社の、まあ規模なんかでも変わってくるけど、パートナーで働く人が106万円とか、あと130万を超えると、配偶者の扶養を外れるんですね。だから、扶養控除も、要するに、まあ、夫側もですね、受けられなくなりますよね。で、社会保険料の負担が生じて、手取りが減ってしまう。これをずっと言ってるんですよ、玉木さんはね。で、その社会保険料のところは、玉木さんは、まあ、何ですかね。もう、介護険にしたらどうだというようなことをね、言ってますよね。もうみんなね、いくらであろうが、ちょっとでも社会保険料を負担すると。
いうようなことですよね。その代わり、所得税に関しては、178万円まで、うん、まあ、課税しないようにしようと。で、どんどん働いてもらうということですね。だまあ、178万ぐらいまでだと、社会保険でもそんな大したことないと思いますけどね。106万円の壁って、従業員が51人以上の企業などで働く人が106万円の壁に該当して、月額賃金で8万8000円、週の労働時間20時間以上などの壁を超えると、配偶者の扶養から外れ、厚生年金、健康保険の保険料の支払いが発生しますと。で、これはね、企業側も嫌なんですよ。だって、年金も健康保険も折半ですからね。半分ずつ。だ負担が増えるんですよ、企業側も。で、おおむね年収125万円になると手取り収入が戻ると。だから125万円を超えないと今の制度ではいけないんですよね。で、残業代や休日手当などを除いた所定内賃金が月額8万8000円以上が適用の基準のため、それを超えなければ就業調整を行う必要がないと言ってますね。ですから、まあですね、51人以上の企業の場合は、今のところあれですかね。まあ、いずれにしてもかかるんですよ、厚生年金と健康保険のね。だから、106万から125万っていうのは、その間っていうのが、結局この厚生年金、健康保険料がかかることによって、要するに、手取りが逆に言うと減るんですよね。だからこの、嫌でしょ、それは。だからみんな、そういうことを意識するんですよ。わかりやすいんで、103万がね、ばっかり言われますけど、そういうことなんですよね。それで、だからこの、年金と健康保険料のところもですね、ちょっと考えないと、国民、民主党もね。これも一体的に考えないと、やっぱ良くないですよね。そういうふうに思います。で、130万円の壁っていうのは、これは従業員が50人以下、まあ中小企業ですね。これが年収が130万円を超えると、まあ扶養外れて、国民年金とか、国民健康保険の保険料の支払いが発生すると。はい、まあそんなことがあるみたいですね。残業代、休日手当、不動産収入など、すべての収入を基準に判断されますと。そうですか。とにかく取る方はもう一生懸命頑張りますよね。一応これ103万の壁ね、来週協議してますよね。うん、自民党と公明党と国民民主党ですね。まあ要するに与党と国民民主党ですよね。立憲民主党も蚊帳の外ですね。ね。なんかもう政治と金しか言ってなかったですからね。なんか公明党は低所得世帯に給付金と、電気ガス料金支援、首相に提言と、もうぐちゃぐちゃ。なんか、自民党が、ね。絶対多数じゃないもんですからね、これね。外野が、外野でもないですけど、まあ、公明党も与党ですけど、いろいろ要望出しますよ、ね。公明党も頑張らなくちゃって。あ、政教新聞に、書かなきゃいけないですよ、記事をね。公明党が勝ち取った、みたいなね。そういうことが、まあ、そうですね。組閣会と、それから公明党の支持にとっても大事なんですよね。まあ、支持者の拡大ですね。笠木重工解散ね。やめてくださいよ、もう。なんか、笠木重工といえばですよ。それはよく何ですかね。鉄道ね。鉄道の車両とかやってるでしょ？だからもう、出た解散とかいうのは、いや、危ないですからやめてください、ほんと。小林製薬ね、もう、なんかわけのわからん、紅工事問題ですね。あれで肝臓悪くして亡くなったりしてるんですけれど、新たに22億円余りの特別損失を計上していると。製品回収保証なんかをやるって言ってますよね。小林製薬大丈夫ですか？本当に。なんか、いい加減な感じの、なんかボロボロの工場でしたもんね。大阪の工場。本当。あとですね、中国ですね。地方隠れ債務対策に、10兆元10兆元ってすごいですよね。全人代の常務委員会で承認と。これ10兆元っていくらになります今。200兆円ね。やっぱりね。すごい金額ですね。まあ、それぐらいあるんでしょうね。でもまあ、一説にはね。とにかく。いろいろね。なんかあるみたいですからね。これで収まってるかどうかもわからないんですよね。今日はですね、私の保有銘柄ですね、の中で、今朝がね、3つ出たんですよね。カーリット、パクヤ君のカーリットね。これですけどね。カーリットちゃんですね。で、これとですね、それからセブン銀行ね。セブン銀行。まあね、その辺と、それからあとですね、セブン銀行バチューですね、ザラバで出たんですけど、あともう一つザラバで出たのが三協セイコーが出したんですよ。ね。
まあそれがね、それをまあちょっと見ていこうかなと思ってますけど、ということでまあ彼とですね、15時半、これはまあ場が終わ引けてからですね、今15時30分がね、おびけですからね、なんすかの、根がつかない地下の、5分間ね、あれ見てたらちょっと面白いですよ。ははは、ね、思ったのと、あれ逆行ったみたいなね。なかなかね、面白いですけどね、なんすかね、朝の寄り付きの時も大体そうですもんね。上期経常がですね、1.12% 減益で下振れ着地しましたよと言ってますね。で、第2四半期累計 C9 月の連結経常利益、前年同期で 11.6% 減の13億8000万に減って、従来の 8.7% の増益予想からですね、一転して減益と。あんまりよろしくないですよね。これは月曜日は下がりますね。通期計画の通期計画のですね、経常利益が40億なんですけど、これに対する進捗率 34.6 ということで、なんか5年平均も 37.4 ぐらいしかないんですよね。あんまりあれですね、上期っていう下期型なんですね。まあ、四半期見るとわかると思うんですけど。で、直近3ヶ月ですね、四畜の第2クォーターの連結経常利益は、前年同期で 4.3% 減の 8.4 億円に減って、営業利益率は前年同期の 9.8 から 8.8 に、パーセントに悪化したと。まあ、1ポイント悪化したんですよね。だけど、これちょっと、あれですね、第2クォーターの方がモデレートですよね。ですから、まあ、ちょっと良くなっていってるかもしれないですね。特に販売価格ですね。価格転嫁ね。材料費をね、転嫁していくってやつ。あと、ま、人件費なんかも上がってるからなんでしょうけれど、それの、ま、改定をずっとここやってってるんですよね。だから、ま、それがちょっとこう、第二四半期の方は効いてるんじゃないかなと思うんですけど、これちょっと決算これ、って見てみますと、一応ね、通期プラス 3.9 なんです、売上ね。380億。それで、営業利益がですね、まあ、そう、計上でいくとプラス 11% なんですけど、まあ、営業利益がプラス 13% の38億円なんですよね。これはね、なんか、行くんじゃないかな。ね、これ118円も一株当たり利益なんですよ。で、36円しか配当しないんですよ。勘弁してって感じですよね。で、しょぼいね、なんかね、今回は、あれでね、株主優待の、なんかこう、拡充をやりましたみたいな。この、ばっかね、こう、ひろふみさんっていうんですか、ケチ。ほんとケチだと。わずかね、保有期間しかも3年じゃないともらえないんですよ。それでですね、UC のギフトカードをもらえるんですけど、1000株以上でですね、2500円だったのを3000円にしますと。しょぼいでしょ2000円だったのを2500円にします。以上終わりみたいな。なんか200株未満みたいなやつは知らんと。一緒だと。こんな感じなんすよ。ちょっとね、ここなんでどうかなるようなもんではないかなと。ふうに私は思うんですけど。で、これ、まあ、そうですね。第2四半期これなんですけど、まあ、プラス 2.1 なんで、売上の進捗もこう、ビハインドですよね。ただ、まあ、前期よりは上回ってる。だから、利益率が落ちてるんですね。これはもう、粗利が減ったか、まあ、原材料費が高騰して、で、販管費が増えるという、まあ、その両方、ダブルパンチか、そのどっちか、ですよね。だから、これ、まあ、ざっくり、まあ、1億9000万ぐらい減ってますね。ね。きついですよね。でね、ちょっとこれね、見ていただくと面白いんですけど、実はここですね、四畜まで終わりましたよね。でね、この10、12以下と、これ第3クォーターですね。で、1、3月。これがいいんですよ。だいたい前期で20億ぐらい営業利益出してるんですよね。なので、まあ、確かに、現役決算ですけど、これ、下に向かってちょっと、良くなっていく可能性は、まあ、ゼロではないので、ちょっとあんまりこう、そもそも防衛関連なんでですね、いずれはこれ相当ここは繁盛するはずなんですよ。で、借金ゼロですし、純益276億もありますからね。一株純資産1588円ですから、なので私はそんな言うほど、そうですね、これはあんまりこう、シナリオ崩れとは思ってないんです。で、それはですね、これちょっとこうセグメントいっぱいあるんで、それ全部言ってると、なんか皆さんも眠たくなると思うんで、それでですね、ちょっとこの、まあ、今後の予想ですね、のところだけちょっと、こう、見たいと思うんですけど、ですね、2024年後半に向けてですね、どうかという話で、中国のね、まあ、引き合いとかもあるんでしょうけど、
なんか欧米の景気は継続的な利下げを背景に次第に持ち直そうか。アジア地域等は欧米向けを中心に先端半導体や電子機器の輸出で回復するため世界経済全体は穏やかに回復していくと、まあ、考えてるんですね。カリットさん、爆薬さん。それで、この状況を踏まえてですね、各報告セグメントの今後の見通し、これが大事でしょ？出た結果よりね。で、一つはですね、この化学品事業っていうところですね、化薬と化ける薬分野っていうね、その分野ですね。これは自動車メーカーのですね、型式認証問題っていうのがありましたよね。あれで、思うように、車作れてないわけですよ。生産停止したりしてね。で、この影響をですね、もろにこの分野が受けてるんですね。で、第三四半期以降は回復を見込んでるということで、ございます。それからですね、受託評価分野って言って、まあ、要するにその、なんか試験をするんですよね。で、国内で電池の研究開発が活発に行われていることを背景に、まあ、電池の試験ですね。なんすかね、電解質とか、セパレーターとか、なんかありますでしょEV 向けの、リチウムイオン電池とかね。そういうのの検査をこうやるんですね。試験。そうですね。これを円滑な実施を進めて増収増益を目指すと。まあ、これ、減収減益かなんかだったんですね。で、化成品分野っていうのがあって、ここはですね、国内経済動向に合わせ、堅調に推移する見通しだと。ここは、今も調子がいいんですよ。この、四半期もね。だから、電子材料分野ですね。こっちはですね、半導体サイクルの調整期間から回復が進んで、EV とか、それから AI サーバー等の付随部品向け需要増加が続くことで、増収増益となる予想だと。電子材料分野ね。で、シリコンウェアハーまで手掛けてるんでしょ？ここすごいでしょ？この分野は産業用機械向けの需要回復が遅れてると。2024年後半まで影響が残ると予想してるけれど、第4四半期の需要回復を期待してると言ってますね。具体的ですよね。それとね、ボトリング事業ね、これなんですよ。コカ・コーラとか、伊藤園とか、ああいうのの、なんですかね。まあ、お酒もあるのかもしれないですけど、こう、瓶詰めするやつね。瓶詰め。もうそういうのもやってるんですよ。面白いでしょ。なんでかって言うとですね、多分これ爆薬だけに頼ってては、なかなか日本のその戦争に巻き込まれて爆薬がものすごくいると、そういう事態はこれはまあ戦前からある会社なんですけど、戦争ではないしなみたいな。だからいろんな分野をやってね、なんとかねしのいでいこうとして、でついでにこのボトリング事業っていうのもやってるんですよ。瓶詰めね。ね、第一四半期の生産数量減少の影響解消を目指して、そうなんか装置がね、なんかどうも具合が悪かったみたいですね。下半期も安定した生産を進めると言ってますね。で、金属加工事業は建設機械向け需要の低迷に伴い厳しい環境が続くと予想してると。だからまあ他の市場への販売強化とか生産性向上、あと適正価格交渉ですね。値上げです。これをやることでですね、前年同水準の業績を見込むと。それからエンジニアリングサービス。まあこうプラント系ですかね。これは国内経済動向に合わせ堅調に推移していく予想で、それで5月15日に公表したですね、この売上 3.9% 増の380億、営業利益 13.4% 増の38億、経常利益 11.1% 増の40億を据え置くと言ってるんですよ。で、それが本当かなっていう話なんですけど、なんかよくわかんないですけど、まあその先ほど申し上げましたように、下期型なんですね、どっちかというと、明らかに、こうね、10月から3月まで。なので、ひょっとしたら、本当かもしれない。と思うんですよね。H3 ロケットとかね、バンバン打ち上げてくれたらね、それはもう、ちょっとね、いい感じになってくると思うんですけどね。それから、あとはやっぱ防衛関連ですね。防衛関連の銘柄って、これしか私持ってないですよね。普通皆さん、三菱重工とかそういうのをね、お持ちになるでしょう。私はこれがいいなと思ったんですよ。だって爆薬は消耗品ですからね。ですから、まあ、ね、いいんじゃないかなと思って、これを持ってるんで、一応ですね、まあ割とね、まあ低いとこで買ってるんですよね。だからまあ、多分大丈夫かなと。なんか買い値を下回るところまでは、直ちには下がらんなと。いつかは下がるかもしれないですけどね。そうですね。うん。私、1000円以下で買ってますんで。ね。で、1000円以下に来たらですね、買い増しをします。だって PR11.4倍で、PBR が 0.85 倍でしょ？これミックスケースバッチリなんですよ。9ぐらいですからね。ですからまあこういう銘柄は、あれですね、バリエーションがしっかりしてるんで、お金もしっかり持ってるんで、うん。
だケチだから、ある意味お金があるのかもしれない。ね。そういうことも言えるんですよね。そうなんですよね。まあ、そう期待できないかもしれないですけどね。増配はね。はい。まあ、そんなことでですね。まあ、これはちょっとね、放置してもいいかなと。うん。こういうところって、どっと受注が舞い込むと、あれなんですよ。受注はね、すでにね、ある程度やめてると思うんですよね。なんで捨て置いてるんじゃないかなというふうに私もなんとなく思うんですよ。ですから、受注がないところでね、あんまり強い、なんですかね、見込み要請要求っていうのはできないですから、結構真面目な会社っぽいですからね。だからやっぱりね、うん、まあそういう可能性があるんでしょうね。そういうふうに思います。それからですね、セブン銀行ですね。これね、これはですね、何時に発表したかと、13時ね、に、決算を発表してんですよ。セブン銀行上期計上1点っていうことはマイナスだったんですよね。2% 増益で上振れ着地ね。やっぱりね、良き行いをするとですね、良き結果が待っていると。いうね。適当なこと言ったんですけどね。ずーっと持ってますからね。セブン銀行いい商売だなと思うんですよね。なんせフローでしょ。フローじゃない、ストック。なんか、もうコンビニだったらセブン銀行 ATM の台数を増やせば増やすだけですよ。手数料収入がボンボン入ってくるわけでしょ。安全な商売はないですよね。本当に。25年3月期第2四半期累計ですね。4、9月、この連結計上利益は、前年同期で 2.1% 増の167億。すごいですよね。従来の 17.7% 減益予想。すごい減益予想だったんですね。だからもう200円台がずっと続いたんですよね。一転して増益で着地しましたよと。これね、この減益予想ってどうしてこうなってたかっていうと、セブンカードサービスを取り込んだでしょ。で、あれですね、負ののれん益が出てるんですよ。だから相当、まあ要するに、純資産より安くですね、まあ、買い取った。まあ買い取ったっていうかまあ、親会社セブンアイですからね。お前のところが買い取れ、みたいな。だけど、その高い値段では買い取れませんよ、みたいな。もう、なんか、セブンアイの方が、俺ら自信がないんで、ね、金融のことはようわからんし、俺らも、なんですかね、弁当とか、そういうの売っとるし、みたいなね。ほいでもう7個やってみたけど、いまいち商売の仕方がようわからんと。だからもう7個ごとね、セブンカードサービスね。で、引き取ってくれると、もうだから安くするよ、みたいな。安くしとくよ。安くしとくもんですから、去年、負ののれん益出てるんですよね。で、負ののれん益っていうのはですね、要するに買い取った金額よりもですね、要するにその、純資産実際の純資産の方が上回る場合ですね。この場合が、要するに、一応一過性ですよ。一回だけ。ね。一回だけね。損益計算書のところでですね、負ののれん益というところで、利益としてですね、計上できるんですよね。二回も三回もできません。ね。だから、あれですね。でも、のれんですから、もしですね、その、セブンカードサービスという事業がですね、赤字にでもなってね、2期連続赤字とかでもなると、今度はその、のれんの減損っていうのをやらなきゃならなくなるんですよ。それも PL にヒットしてですね、マイナス勘定になるというような、まあ、ことなんですよね。で、通期計画の280億円に対する進捗率、もう 59.8% なんで、60% いってるんで、これも当選確実ですね。当確。ね。それで、四畜のこの連結計上利益ですね。これがですね、10.6% とめっちゃ良くなってますね。95.7 億円に伸びたと。だからこれはですね、意図的にこう、やってたんじゃないですかね。そもそもこうちょっと目線を低くしてですね、だってこれ通期まだマイナス予想のものを背負いてんですよ。これね、多分情報修正になると思います。だって、あれでしょ？セブンの商売、そのセブン銀行の ATM の商売って、そんなにブレないでしょ。ここのね、66.5、マイナス 66.5 っていうのは、前期に負ののれん益がですね、発生してるんですよ。確か215億ぐらい発生してるんですよ。215億ね。なので、これ、マイナス 66.5 っていうわけでは、これはないんです。ないんです。なので、この経常益のところまで見ていただくと、これプラスですよね。そういうような感じで。これ第一クォーターが、まあ、すごいちょっとね、厳しかったんですよね。なので大丈夫かなと思ってたんですけど、まあ、ここのね、前期の1、3月期ですか、第4クォーターですね。
ここで最終レジのところでマイナス出してますよね。これは何ですかね、なんか減損したんですかね。まあちょっと覚えてないですけど。いずれにしてもですね、これ273億に対して62億ですから、四半期ベースで言うと 76.9% をマイナスしてる感じになるんですね。でもこれはあくまでもですね、バランスシート上の理由でございます。だから、いわゆる、本業のね、稼ぎとか、そういうものが、どうこうではなくて、本業の稼ぎはもう順調でございます。至って。これね、市畜の548億っていう売り上げは過去最高ですね。これもですね、見ていただくと、わかるんですけど、300億円台がこう続いて、400億円台に来て、で、500億円台にこう今来てるんですよ。で、これはですね、要するに、いろいろあるんですよ。海外事業がね、マイナスとかね、あるんですけど、まあ、やっぱり台数、設置台数をどんどん増やしていってですね、で、第三世代ですかね、新しいやつ、いろんな認証ができたりね、するやつですね。ですから、本当にコンビニエンスを追求してるんですよ。便利な、いわゆる窓口サービスというか、なんか、そういうものをね、こうやろうとね、してるんですよね。ちなみにそれが、プラスコネクトってやつなんですけど、これですけどね。あらゆる手続きと認証の窓口になる。これがね、今ね、決算説明会資料見ると8割ぐらいになってるみたいですね。これあらゆる手続き認証の窓口になるということで、銀行とかノンバンク事業会社、行政、まあ、こういろんなところで、要するにセブン銀行で、いろんな手続きができるというようなことですよね。人とサービス、人と企業、社会をコネクトすると、その可能性を制約なく多様に広げ、プラスしていくことで、誰一人取り残されないデジタル社会の実現を目指します。河野太郎みたいですね。ね。ほんでね、またしたのすごいですよね。はい。これも ATM お知らせとか、こう取引を行った際にですね、ATM で各種ご案内とか、ご案内に対する回答が収集できたり、あと銀行の口座開設とかですね、ホテルのチェックインまでできると。ATM 窓口で、本人確認も伴う各種手続きを受付することができますということで、今どういうところが参加しているかというとですね、これ導入企業ね、銀行系では、シス銀とか、新生銀行とか、足利銀行、あとペイペイ銀行もね、ソフトバンクですよね、これ。ってやったんですよね。これペイペイ銀行がいるってことはあれですかね、ドコモと一緒になれないですかね。ね。親会社が敵同士ですからね。で、ATM 窓口ね。これは、群馬銀行とか東日本とか、まあ、北陸とか千葉銀行とかって入ってるんですけど、その他にですね、面白いところでは、このスマートホテルソリューションズとか、バイトするならエントリーとか、こういうところもやってるんですよ。だから、認証、この、なんか窓口に使えるんですね、きっと。なんか登録するかなんかね、そういうようなことができるんじゃないですかね。まあ、要するに、基本セブンイレブンのコンビニの考え方と一緒です。ね。あったらいいなお。ね。空いててよかったみたいなね。な感じですね。ということで、結構ね、何でしたっけ、株をね、ちょっと売ってるんですよね。なんか売ってるって言ってましたね。これ、有価証券ね、ここがちょっと増えてるんですよ。1180億から1275億ね。だからまあ、ざっくり100億くらい増えてるんですけど、だから9月30日でしょ。だこの間でも株式売ってさらに増えたってことは、投資してんですかね。投資してるんだと思います。ね。子会社、親会社の株は持てないですからね。だから、セブン&アイを持ってるわけじゃない。まして、イオンを持ってるわけでも当然ないですよね、それ。ね。まあ、要するに、預け金の運用としてね、こう、有価証券持ってるで、まあ、普通の銀行もみんなそうですよね。で、益が出てるんですよね。まあ、それもあって、まあ、非常にいい決算に一応なってるんですね。それでですね、この決算説明資料の中で、やっぱりですね、そうですね、カーリットは、ある程度受注高から見て、まあ、これは通期をいじらなくても、まあ、手が届く範囲内だなということを、我々に示す、そういう要するにコメントをああやって書いてるじゃないですか。で、このセブン銀行の方はですね、そうではなくて、具体的なさらに戦略ですよね。だってこれ受注高なんかないわけですから。だから、どうやっていくのかと。やっぱりセブンカードサービスをですね、やっぱ前向きに捉えて、それで、それをですね、広げていくと。で、この間ちょっとお話ししたと思うんですけど、このセブンカードプラスっていうこのカードを作ろうかどうしようか、私もやってるぐらいですよ。ね。それで、セブンカード会員獲得に向けた大規模施策を11月より開始ということで、毎年100万人の会員獲得を目指すと。で、このセブン ID って私も持ってますけど、3000万人以上が持ってるんですね。で、このセブン ID に紐づく形では7個とか、
あの、こう、ローンとか、口座とか、全部ね、こう、やれるっていうような世界を、こう、作っていきたいんですよ。ね。で、あの、セブン銀行のカードローンね、これはですね、もう、ずっとこう、右肩上がりに上がっていってんですよ。で、10年で5倍になったけど、で、さらに5年でですね、2倍以上にすると。今のね。というようなことですよね。まあ、その代わり、予診費用がかかってきますけどね。カードローンはね。あの、貸し出しがですね、そんな、あの、せいぜい100万円ぐらいまででしょ。だからまあ、安心っちゃ安心、だと思うんですけどね。払える範囲内っていうか、なんか課題を売ればね、払えるかな、みたいな。それでこれが私がこの間話してたですね、聞いてらっしゃる方もいるし、聞いてない方もいらっしゃると思うんですけど、セブンカードプラス、もう真剣に考えたんですよ。10% 還元。これね、よーく見るとですね、わかりました。2024年の11月からですね、4月前ですね。この、10% 還元ね。ね。だから、ずっとは続かないですよ、やっぱり。それで、だったらいいかな、みたいな。諦めたんですけど。引き落とし口座をセブン銀行にね、設定したら7個ポイントプラス 1% になると。さらに期間限定。あ、期間限定はこれですか。あ、プラス 2% ね。これが24年の11月から4月までか。ああ。ということで、これ 13% 還元なんですね。それちょっと作った方がいいかな。10%、9.5 でもいいですよね。7個ポイント。9.5 還元されたら。ってなるでしょう。だからね、大規模なポイント還元を実施って、これをやるとですね、結構集まってくるっすよ。このカードは作ると思います。ちなみに私もセブンカード持ってますからね。銀行カード、セブン銀行カードね。本当にあの、実験したんですよ。あの、何ですか？ATM で作れるかどうか。まあ、もちろん郵送で送ってきたんですけど、あの、三井住友カードみたいにですね、普通郵便では送ってこなかったです。ちゃんと、配達証明付きとか鍵かけたのかな、どっちか忘れましたけど、そういうので送ってきました。で、これで店舗とかテレビ CM とのクロスメディアを活用して大規模な販促キャンペーンを実施すると。で、クレジットカード新規会の大量獲得を目指すと言ってます。あ、戦略あるでしょ。で、しかもこれ、ある意味、セブンアイじゃどうしようもなかった部門をですね、もったいないですよね。これね、IY カードって言ったんですよ、前は。伊東洋華堂ね。で、伊東洋華堂で集めた会員がいるんですよ。だけど、正直言ってですね、これ現状ではですね、減ってってるんですよね。もうほんとね、子会社って、かわいそうっすよね。押し付けられるんですよ。海外事業はね、もう見るまでもなく赤字でございます。マイナスです。でもまあ、大したもんじゃないですけどね。この会員数も361万人いたのが、ずっと残減してきてですね。今340万人ですね。それからクレジットカードの取り扱い高ですね。これも減ってますね。150億、140億くらい減ってますよね。あの、2年前からね。それで、まあ、金融商品の取り扱い高さは報道でもないですけど、7個ですね。電子マネーの会員数。これはね、上がっていってるんですよ。8279万人。すごいでしょ。だからこことね、紐付けたいんですよね。まあ、電子マネーとね。まあこれもアプリ化もしてですね。で、電子マネーの取り扱い高は逆に減っていってると。会員数上がってるけど。8451億円ということで、9600億からいきなりこうドーンと。あ、C 9月からって。でも C 9月一緒だもんな。ドーンと減ってんですよ。1000億ぐらい減ってますよね。それだから他社が合成をかけますからね。厳しいんですよ。7個じゃ。本当に。だから、私はね、D ポイントと一体化した方がいいから、ドコモと一緒になるのが一番ベストかなというふうに、私は思ってるんですけどね。そうすると、ドコモも助かるし、そうですね。まあ、セブン、まあ、要するにその、他の ATM ね、ファミマとか、ローソン、まあ、これなかなか入れられないでしょうけど、まあ、ドコモ ATM みたいになったらね、ダメですかね。いくないですか。ね、多分。そういうことで、まあ、私はね、まあ、押し付けられましたね、セブンカードサービスは本当に。会員増えても取り扱い量が減っちゃう意味ないですもんね。で、それって、やっぱそのセブンにどれだけの、ね、セブンイレブンにどれだけの魅力があるかによるんですね。確かに日販は、まあこう、あれですよ、他のコンビニに比べて圧倒的に高いですよね。まあですけど、そうですね、まあこのところ結構値上がりしてるんで、セブンイレブンの客足もですね、ちょっとなんかきつそうな感じがしますよね。ただし、これからもインバウンド増えてくるでしょう。増えると思うんですよ。ですから、
そうなってくると、結構やっぱりセブンでね、お買い物というね、外国人もあるのかなと。だからそれはセブンイレブンの試作次第なんですけど、まあね、まあとりあえず、よかったです。ね。だから、しばらくこれいいかなと、見といてね。後払いサービスこう減るような格好になってるんですよね、下期。大丈夫ですかね。よくわかんねえな。減る。BLPL ね。しかしな、減ると思うけどな。取扱件数がこう右肩上がりになってるわけですから。これなんで減る予想になってる。ここにもなんかちょっと慎重期してる感じがありますね。から、ローンはもうずっと右肩上がりですね。それからですね、口座数。これもまあ、こう、残次増えていってますよね。残次。ね。それで、あれですね。まあ、預金残高も、まあ、6000億ね、ついに突破しましたからね。いや、これいいんじゃないですかね。口座数が30万口座増えてますよね。だこうやってね、積み上がっていくっていうのはね、やっぱこう、安心できるんですよね。あ、第3世代じゃなくて第4世代ね。すいません、間違えました。この ATM ですね、入れ替え状況、8割ですね。で、あともうこの辺、九州とかこの辺が残ってるだけですね。はい。まあ、これ全部やる。まあ、今期中に入れ替えを完了すると。まあ、そうしないとね、均一のサービスができないですからね。ということで、これからはなかなかいいんじゃないですかね。だから下期をそんなネガティブに見なくていいかなと思います。まあ、ただグループ外がまだ4200台ぐらいしかないんですよ。だから、やっぱグループ外にもっとね、まあ、これの倍、1万台とかね、2万台とかぐらいに なるためにはですね、うん、ドコモと一緒になるのがいいかなと思うんですね。で、月次データね、10月のやつが一緒に出てまして、これね、ちょっとね、自信を感じるのはですね、ここまで入ってなかったんですよ、こう前年同月比っていうのは。だけど、それ入れるようになりました。ATM の設置台数 102% ですね。これはもう小売業ですから、小売業の考え方ですから、2倍じゃなくて 2% 増ってことですね。利用件数はですね、9160万件で、これは月間ですよ。5.1% 増ですね。で、平均利用件数、まあ、1日あたり1台あたりの、まあ、件数ですね。これが107件。で、2.9% 増ということで、要するに、増えていってるんですよね。だ普通に考えると、そうすると、セブンイレブンの、まあ、売上もね、良くないといけないですけどね。セブンイレブンの売上、どうなんですかね。よくわかんないですけど。セブンイレブンの売上ってどうなの？セブンイレブンの売上は、どうなんですか？セブンイレブンジャパンね。で、いまいちでしょ？既存店の売上。100ギリギリなんですよね。もう、この辺もう、でもちょこっとですけど割っちゃってますからね。だから、厳しいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、全体売上はね、出店してるんで、まあ、ちょっと上がってますけど、あんまこう、好調って感じじゃないですよね。だから、インバウンドの恩恵なんてあんまりない感じがしますよね。こういうところ、足元見られてね。で、なんか、アリマントンクシタールにね。70円で、お前とこよこせ、みたいな、言われてるんですよ。でですね、でもね、まあ、とりあえず、セブン銀行に関して言うと、戦略がきちっとあると。いうところがね、好ましいんですよ。全く何もないのがね、三強成功。こいつはもう、どうしようもないです。しかも、11時にこれ、発表してるんですよ。何考えてんですかね。場中に発表したら、なんかこう、免罪符になるとでも思ってるんですかね。一応ね、まあ、これ、バリュエーションがすごい低いんですよ。PR は 11.2 で、PBR は 0.51 なんですけど、利回りは 4.4 もあるんで、一応配当が下支えするとは思うんですけど、それにしてもね、33億から27億に、経常利益をね、18.2% 下方修正したんですよ。ひどいでしょ。減益率が 1.7% 減から19.5% 減に拡大する。通期ですよ、通期。ね。で、上期はですね、18.1% 減でした。経常利益。14.3 億円ね。いやー、しかしなー、これ不思議だなー。不思議ですよね。あ、そうか。市地区が 30% も減少したんですね、経常利益。5億7000万ね。ショック受けちゃったんですよね。もうダメだみたいな。早くもう下方修正しようみたいな。安心なところまで下げようみたいな。営業利益率は前年同期の 13.8% から 12.1% に低下したって言ってますね。でですね、これは、これがいいかな。このファッション関連ね、ダックスとレオナール、二つもすごいブランド持ってるんですよ。これで、中国、香港、マカオ、台湾、韓国、タイね。それまでそこで展開してるから、中国、大陸が一番多いんですよ。本当に。
それはね、問題ですよ。はっきり言って。なかなかね。やっぱ、LVMH だってナイキだってみんな中国で苦戦してんですよ。自分のところだけ特別と思っちゃいけないですよね。これね、出店戦略間違ってんですよ。で、ブランド価値向上のためのいろいろなことをやって、経費がかかったと。増収になったけど。で、出店に伴って、人件費、一大家賃、店舗経費。それはかかるに決まって、それを計算して、出店をやるっていうのが筋でしょう。だけど、なんかね、投げやりなんですよね。やってみたもののいまいち現役です、みたいな。で、7.4% 売上が伸びて、49億。だけど、セグメント利益は 17.9% 減って、約8億円ですね。それから、繊維関連事業というのは OEM なんですけど、これもやってるんですけどね。このプロダクト12とかもう絶対いらないですよ。これ何でこんなもん買ったんですかね。まあ、大した金出してないですけど、基本的にはここは不動産買いたい会社ですからね。新規事業の取り組みの振りをしたんですよね。振りだけ。振り付け師って感じでね。当事業全体の売上高は前年同期 21.3% 増の57億円。まあ売上伸びてるんですね。で、セグメント利益は前年同期で 0.7% 増の3億円ね。まあ悪かないですけどね。でもまあ、5、6% ぐらいの営業利益ですかね。まあこれはまあプラスなんですけど、ダックスとレオナルドはね、まあこれの、まあ倍しかいかないというね、利益がですよ。おかしいですよね。本当に。これ不動産ね。不動産は今度は何が起こったかっていうと、既存不動産の稼働率は安定的に推移したけど、前期に取得した物件の増収、内装工事事業の大型改装工事の受注などで増収となったんだけど、既存不動産の省エネ設備投資をやったと。ね。それで、経費が増加して、減益となった。基礎に決めてかなかったのかよって感じなんですよ。以上の結果、当事業全体の売上高は 15.9% と増えて13億5200万円になったんだけど、営業利益は前年同期で 3.5% 減の、まあ、約4億円ですね、となりましたと。でですね、まあ要はですね、私が言いたいのはですね、産業成功ですね、こういう業績出しといて、こう連結業績予想などの将来予測情報に関する説明とか、なんか何すか、業績修正出したんでそれ見てくれって言ってるんで、まあそれを見ましょうか。これなんですけど、まあね、営業利益は25億から19億で減ってます。売上は10億しか減ってないのにね。あらりと販管費、両方ともやられるという姿ですよね。あ、それね、それはこっちでね、わかります。はい、これですね。中間連結業績の概要の中で、売上はですね、プラス10、前年からね、プラス13億ですね。で、あらりがですね、それなのに、たった3億6800万しか増えてない。ね。これ、普通、ね、一緒に、ほぼ一緒のぐらいにならなきゃいけない。ところが、このあられですね、46.3 から 44.2 ということで、マイナス 2.1 ですよ、あられ益率。これじゃあね、で、一方で販管費が、5億5900万増えてるんですよ。はっきり言ってね、計画がずさん、そもそもの、やってることが。なんかまた、村上くんとか、丸木くんに食いつかれたい、ですかね。本当に。ほんとね、そんな感じですよ。で、これね、修正の理由っていうのは、まあ、こう、何ですかね。下期に保有株式の売却、先知れてんでしょ？いっぱい売却する話別ですけど、いっぱい売却してくださいよ。とにかくいろいろ持ってるんだから。そう、なんか21億の予想になってるということは、あんまり減ってないと言いたいんだな。経常利益の下でね、要するに、株式売って、特益出すんで、なので、1億円しか減らないよと。あとね、それはね、50歩100歩というもんです。でね、それだけなんですよ。以上、終わり。配当予想については、変更ございません。当たり前ですよ。何考えてですか。で、ここにはですね、こっちの資料もそうなんですけど、何にも戦略がないんですよ。出てこないんですよ。我々はこうしたいと。決算短信にも出てこない。業績修正の中でも出てこない。戦略、無戦略。無戦略。あるのは、儲かったら不動産買おうという。ただそれだけで。情けない。情けないです。あのね、三木滝蔵さんにね、この姿を見たら怒られますよ、井上社長。だから、ちゃんと成長戦略を出してくださいよ。そしてね、中国ね、ちなみにね、中国に何店舗あるかというとですね、時期別店舗数ね、見てください。これダックスなんかね、30店舗も、あ、ちょっと、1店舗閉めて、29店舗もあるんです。しかもまた出してるんですよ。退店して出してるんです。どこまでみたいな。変でしょ。なんかね、
あ、日本の百貨店が進出してて、その中に出てるって可能性もまあないことはないですけど。まあ、とにかくね、節操がないですよね。ね。ビトンですら厳しいんですよ、今。中国は。ビトンですら。あ、もうダックスごときじゃね、もうどうにもならないですよね。まあそういう結果になってますよね。ただ、店舗を増やせば、そら、多少はね、売り上げはね、上がるでしょうけど、その分経費増えちゃうんですよね。戦略なき産業成功。あるのは、不動産買いたいな、みたいな。ほんとね、これね、売っててよかったですよ。私3分の2売ったんですよ。結構持ってたんですけどね。この間ね。で、あの例のね、なんですかね、現金比率が 100% 超えた時ね。あの時に、この産業成功をですね、3分の1にしたんですよね。やって正解でしたね。絶対下がりますから。でも、すんごい下がったら、まあこう、そうですね、買い単価がね、低いんでね、そこまで下がらないかもしれないんですけど、うん、そうね、もうちょっとこう、ぐーっと下がって、そこまでの超現役でもないですからね。そうですね、私400円台ですからね、そこまで来ないですかね。来たらね、ちょっと、考えてみて、来たらっていうか、これはな、狙われるな、やっぱり。どう考えても。で、そのうち 100% 配当しろとか言われるんですよ。で、自社株買いを50億しろとか言って、もう大道の次はここですよ、狙い目は。そういうの分かってます、井上さん。社長。ちょっと株主の声をね、ちょっとちゃんと聞いてくださいよ、本当に。ね、レオナールがね、無駄になってます。レオナールもっとライセンスおろしをね、日本国内でやった方がいいですよ。ね。というふうに思うんですよね。まあ、この間、京都で見たんですけど、あんまりこう、なんすかね、アイテムが広がってないですよね。レオナールの傘とかね、いいでしょ？レオナールの女性用のね、なんすか、パスケースとかね、そういうのをね、地層さんかなんかに作ってもらってですね。ね。はい。で、本日のですね、小倉百人一首ですね。白露に、風の吹きしく秋ののは、貫き止めぬ玉どっちりけると。白露に風の吹きしく秋ののは、貫き止めぬ玉どちりけるっていうやつね。これはですね、分野って言うんですか、これ。分野じゃなくて。分野。新聞社。ね。朝安ね。なんかね、分野安秀の子らしくて、官位に恵まれなかった。不遇なんですね。五泉州という何とこに入ってるらしいですね。秋の野の風に散り乱れる白露の美しさということで、まあ要はですね、この、もうそのままですね。この、白露ね、梅雨です、梅雨。ね、透明な梅雨。梅雨がね、まあ野っ腹でね、こう、葉っぱにこう、ちょっと止まってんです。梅雨がこう、ね、あるんですけど、風がこう、バーっとこう来てですね、それでその、なんていうんですか、玉ぞちりける、貫き止めぬ玉ぞちりけるって意味は、要するに何すか、数珠をイメージしたらいいっすよね。こうそうすると、こう、玉がこう、ずーっとこう、糸でこう、繋がってて、こう、まあ、丸くなってんだけど、それが切れちゃってね、もう、パーっとこう、パーっとなるでしょ？パーっと。そういうような意味です。貫き止めぬっていう。でね、玉がこう、要するにこう、向こうの、切れちゃってね、糸が切れちゃって、で、ドラーって、そういうようなね、だからそれだけです。別に、何の、まあ、綺麗っちゃ綺麗。情景を歌った。これなんか秋らしいですよ。ね。というようなことで終わりたいと思います。お腹すきました。はい。元頂上会社社長のゆるゆる株式投資日記。適当なチャンネルでございますんで。ね。自分の日記でございますんでね。で、それを皆さんにシェアしてると。というようなことでございます。もしよろしかったらですね、チャンネル登録、それから高評価ボタンお願いしたいなと思います。あとですね、概要欄にも、リンクを貼っておりますけれども、元上場会社社長の、ゆるゆる創業者列伝というのをですね、サブチャンネルで、やっておりますので、よければチャンネル登録、ご視聴、高評価、拡散、よろしく、ともどもお願いしたいなと、どちらさんもずずずいとお願い申し上げます。ということで、ありがとうございます。本日も長時間ご視聴、誠にありがとうございました。ではでは。